野球の楽しさがまず分かったっていうところが一番大きいですね、私としては。私試合にこう出させて、あ、出たって言ってない、試合に出て、試合をに応援に行ったら、こう、あ、ラブズのみんなだねとか、うん、声をかけてもらうことが多くなってすごく嬉しかったです。続いて木村レポーターです。よろしくお願いします。最初本当にマンダリンパイレーツの試合を見るのが初めてが開幕戦だったんですけど、すごい野球の面白さも分かりましたし、選手の名前だとか顔だとかもこうだんだん覚えれてきたので、これからももっとこう応援していきたいなと思っています。続いて高岡リポーターです。はい、高岡です。球場に行くとマンダリンのファンの方だけじゃなくって、他の県の、今日だったらファイティングドッグスのファンの方だったりが話しかけてきてくれて、あの選手はこうでね、こうでねって、こういう経歴があってねっていうようなことを教えてくれるから、すごいいろんなことを学ばせていただけてるし、野球だけじゃなくってこうやってファンの人たちと関われることが、このマンダリンラブズやってて一番自分の中で大きいかなと思ってます。私たちが結成された目的っていうのが、私たちの年代のファンを増やす、興味を持ってもらうってことなので、今季それに向けてまた一層力入れていきたいと思ってます。